左側から、ズワイガニ、お隣がオタルさんのシャコでございます。お隣がボタンエビ、ホタテ、ホッキガイ、最後粒貝となっております。とズワイガニとシャコには甘だれでお味がついております。とボタンエビ、ホタテ、ホッキガイは煮切り醤油と、最後の粒貝には梅塩でお味ついておりますので、そのままお召し上がりください。いたします。